して舞台効果の整いました。今日のこの格闘技大戦争のスペシャルマッチでどんな戦いを見せますか。両選手が紹介されます。印象が残っておりますか。あのね、はい、こいつ粘り強いんですよね。粘り強いです。岡田とあれだけの身長差をね、相当ご覧でやりましたからね。さあ第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。再三申し上げますが、この試合はキックボクシングスタイル、従いましてルールも通常のキックボクシングに、適用されております。規則がそのまま適用されます。1ラウンドが3分間、インターバルが2分です。そして3回のダウンで、KO 負けとなります。選手にとってやはり後楽園ホールと違ってこういった武道館というような大きな舞台で試合をする場合、何らかの形でやはり意識するんでしょうか。そうですね、ノエル選手とね、これでノマル選手がいるわけですよね。ちょっと足をかけて相手を振り回しました藤原。千葉さんが仕事の合間、はい、テレビなどでよくキックボクシングをご覧になると思うんですが、はい、個人的に交際のあるといいますか、仲良くしているような選手も多々いるわけなんですか。前はいろいろ一緒に試合をね、見たりなんかしてたんですけどね、最近僕も忙しくなかなかね、ここに来る暇ない。あった、びっくりしました。ランナロンのハイキック、藤原の頭のあたりを捉えました。藤原選手の試合なんかよく見てますよ。そうですか、はい。ちょっとフェイントをかけます。上体を揺さぶります藤原、右のショートアッパー、そして左のフックをフォローした。その後相手のいわゆる首相撲、首のあたりに手を回しました藤原、ステップバックいたしました。藤原の左ハイキックです。その後接近戦です。やはり千葉さん、ムエタイルールの2分、1ラウンド2分の試合とこのキックボクシングの3分1ラウンド、ずいぶん感じが違います ね。 そうですね。藤原選手の場合は僕安心していつも見てるんですよ。そうですか。相手の状態を突き放すようにしてミーローキック藤原、そして左のジャブ、その間に左のミドルキックを見せましたワンナロン。ピラミッド藤原の左キック、体勢を入れ替えたワンナロン、負けますレフリー、ホーネット久保田。もう時間がありません。今第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。ワンナロンピラミッド、元ラチェダムランフェザー級、そしてジュニアフェザー級チャンピオンのワンナロン、第2ラウンドに進みました。藤原も突き上げました左のフック。このワンナロンという選手の顔つきを見て黒崎さん、はい、顎は強そうな感じでしょうか。強そうですね。強そうな感じ、はい、うん、これはね、打たれ強いんですよ、この選手はね。粘るって先ほどおっしゃられましたよね、はいはい、いわゆる対戦する選手といいますか、今日の場合は藤原にとってはそういう相手の粘りというのは嫌なもんでしょうね。そうですね。藤原の右のローキックでちょっとバランスを崩しました。ワンナロンピラミッド、藤原がやや千葉さん仕掛けに出てきましたかね。なんか楽に戦ってる感じはしますけど、ね、そんな印象ですか。放送席、はい、杉原さん、藤原サイドですかね、はい、藤原選手の場合はほとんど自分で、作戦を立ててやるそうなんですが、島選手に一言ですね、今度は蹴りを使うよと、そう言い残してこのラウンドに臨んだそうです。そうですか。
のローキックが出ました。藤原さあ今度は何を狙ってますか。左のから入りました。左のフック、これはブレイクでしょう。ファイト。サウスポースタイルにスイッチいたしましたバンナロン。あの右のローキックをポンと出した後、藤原が何かにつなげていきたいんでしょうが、ファイト。体を潜り込ませるようにしてコンタクトいたします藤原。なおもこの非常にバランスを取るのが難しい体勢でも必要に膝を飛ばしますワンナロンピラミッド。何かダイナマイトに一瞬火がついたような勢いで応援席の太鼓が鳴りました日本武道館。本当に千葉さん、このラウンドもアーノルド・ユキーで、マーシャルアーツのチーフトレーナー、そして、ユキーで 全米プロ空手ライト級チャンピオンの姿がその横に見えました。ベニー・ユキーで、チャンピオン。果たしてベニー・ユキーで藤原俊夫、この両選手が激突するのはいつのことになるんでしょうか。できるだけ早く見たい感じがいたします。あっと右のアッパー多く震いました藤原。第2ラウンドが終了いたしました。第2ラウンドはいかがでしょう。第1ラウンド、第2、第3ラウンドといずれも放送席黒崎さんは5対5のイーブンが続いてますが、これは第3ラウンド藤原がまず右の蹴りの後相手の体勢を突き放すようにして左のフックへ持っていったあの攻撃の場面です。第4ラウンドはどうでしょう黒崎さん、展開が変わるような黒崎さんのなんて言いますかひらめきみたいなものはありますか。あるでしょう。ありますか。あ、今第4ラウンド開始のゴンが鳴りました。なかなか力の入ったワンナロンも蹴りの連打で出てまいりました。第4ラウンド藤原が体をぐっと後ろにステップしました。おっとパンチ右から左と持っていきました。いずれもワンナロンの顎のあたりを取られっと、これはなんだ、これはなんだ、スリップダウンです、スリップダウンです。放送席、はい、杉浦さん、はいはい、藤吉ですが、雪でのコメントが入りました。はいはい、ただ強くていい選手だ、それしか言ってくれませんね。おお、そうですか。まあ、試合はいつでもやるが勝ち負けはやってみなければわからないという話です。おお、そうですか。はい、とにかく強くていい選手だ、それだけですね。なるほど。で、はい、お兄さんのアーノルド・ユキーデは、とにかく素晴らしいファイターだと、パンチキックともみんな素晴らしい、いつでもやりたい、明日でもいいということを言ってました。はい、黒崎さん、藤原が出てきましたね。いわゆる藤原独特のトリッキーなフットワークに乗せまして時に蹴り時にパンチ、藤原がどうやらこの第4ラウンド勝負どころと見ましたが、その攻撃のピッチが速くなってまいりました。また右のローキック藤原、そしてチャンスを伺って右のストレートが伸びました。軽く左の前蹴りでそれを藤原を突き放しました。ワンナロンピラミッド、後ろへ下がります。ワンナロンにまた右のキックを持っていきました藤原。なんとか接近戦に持ち込んで膝蹴りの攻撃パターンに相手を引きずり込みたいワンナロンピラミッド。この試合レフリーがホーネット久保田、ジャッジが鈴木武人、そして山中敦夫。これはどうしたか。ワンナロンちょっとディフェンスが甘くなりました。藤原のアッパーがそのワンナロンの顎を捉えました。ですから一番ちょっとワンナロンのガードが甘くなりませんか。もう左足が全然足に来てますかね、かなり打たれてますからね、はいはいはい、まだ十分に時間を残しております。第4ラウンド藤原、また右のストレート軽く出しました。力んだパンチ、ストレートではありません藤原の右、右のローキック。だいぶ見てみますとワンナロンのこの足の運びに藤原のローキックを受けたダメージが浮かんでまいりました。後ろへ下がるワンナロンにまた軽いパンチ、左のフック、しかしよく頑張りますワンナロンピラミッド。ナイスタミナですね。よく頑張りますワンナロン。藤原選手嫌になっちゃうんじゃないですか。じれるでしょうね、確かにね。これは攻めてる藤原の方がね、
攻めていながら嫌になっちゃうということも黒崎さん当然あるでしょう。ありますね。その一つのケースと、あ、藤原どうでしょう、そのケースと考えていいでしょうか。今の藤原ランナロンが崩れました。やはりローキックのダメージ、ローキックのダメージ。ワンダロンがコーナーでスルスルスルッと尻餅をつくように倒れました。ファイティングポーズを取りました。ここで第4ラウンド終了の刻が鳴りました。黒崎さん、はい、先ほどのラウンドのあのワンダロンのダウンにつながる部分ですがね、はい、少し技術的に分析していただきたいと思います。いや、これ今までね、アッパー、そして、はい、今までね、我慢しておったからね、打たれ出すと許したわけですよね。あ、なるほど。で、フジャルの場合、このね、打ち出すとね、うん、とことん続けていきますからね。でもまだ今日はちょっと足りないですからね。そうですか、はい、あるいは第4ラウンド、先ほどのダウンスインがワンダロンのその我慢の限界かという、そういう黒崎さんのお話が入りましたが、この後いよいよ最終ラウンド、第5ラウンドに向かいます。さあ、その最後の3分間、第5ラウンド開始のゴングが鳴りました。千葉さん、どうですかね、ワンナロンがこの3分間も頑張り通しますかね。なかなかのスタミナをどうですかね。藤原の頭ヒローキック、その藤原を前蹴り気味のキック、左キックの連発で突き放しました。ワンナロンピラミッド、そして接近戦です。藤原の右の膝が飛びます。そして右の肘、藤原飛び込んだ。ワンナロンロープ際もつれます。接近戦、レフリーのホーネット、フレイクの声をかけました。しかしワンダロン、今日は見事な粘りを見せております。ワンダロンの左のキック連打、藤原が軽くいなします。藤原の左のハイキック、その後右のスウェートと持っていきました。藤原はアーノルド・ユキーレ、あるいはベニー・ユキーレ、こういったユキーレ兄弟、その他ハンセン会長などがリングサイドということを意識して何かの技を隠しているという、そういった推理もできますか、黒崎さん。分かんないですね、これね。分かりませんか。今度は左のローキック、藤原、逆に左の前蹴り。ワンナロンがいいじゃないですか、ね、ワンナロン、はい、バランスを崩しました。ワンナロンです。特別試合、キックボクシングスタイルの5回戦最終ラウンド。ワンナロンもなんか一瞬棒立ちになりますね、千葉さん。そうですね、もう守り守りのみですよ。攻撃まで手が回らなくなりました。ワンナロンピラミッド最終ラウンド、そのワンナロンを捉えることができるか。藤原、藤原のパンチもだけど流れてます。ちょうどラストラウンド、時計の針が2分を回りました。あと1分を切りました。どうした藤原という声が飛んでおります。日本武道館、藤原の右のストレート、これはダウンです。これはダウン。ワンナロンピラミッド最終ラウンド、またまたダウン大丈夫です、ファイト続行できますというポーズを取りました。ワンナロンピラミッド、ファイト続行です。藤原、残すところやがて30秒となりますが、このラストラウンドでワンダロンを KO で捉えることができるかどうか。刻々と残り時間が減っていきます。ラストラウンド、藤原が追い打ちをかけます。後ろへ下がって相手の動きを見る藤原、横へ動いて相手の動きを誘います藤原。しかしワンダロンが全然出てきません。これはちょっと藤原としてもチャンスがつかみにくいでしょうね、千葉さん。そうですね、相手が全然出てきませんからね。残り10秒を切りました。ラストラウンド、藤原猛然とローキックの連打、そしてパンチへ持っていきたい。ラストラウンド、藤原が攻める。ラストラウンド終了のゴングが鳴りました。ワンダロンがもう防戦一方、なんとかごまかして KO 負けを免れた、そんな感じでやりました。当然これはもうダウンを奪ってる藤原の判定勝ちは動かないところ、ワンナロンの方がむしろ満足そうな顔をしてますね、今藤原さん。千葉さん、倒されなくてよかった、倒されなくてよかったというね、と言いながら正式判定の結果を待ちましょう。今ホーネット久保田、藤原をコールいたしました。